皆さんこんにちは、ペソでございます。天道続きやっていきましょう。今回はですね、ちょっと山形城攻め、まあここね、42万4千人いらっしゃるんでだいぶ大変なんでね、まあ準備をちょっと怠りなくいきたいところですね。で、もちろん下からもね、まあこんな感じですね。でここまでね、ギリギリのとこまで前進。で騎馬隊、でもシックかぶっちゃうな。そうか、だいぶね上から出しましたからね。まあ、この2部隊、ハートリさんを含めて下がってくれたらまた出せるようになるんでしょ。あら、原さんのあれをさせたつもりだったんだけどね。あれ誰か亡くなったか、駅馬隊の人。あ、いたいたいた、で、これだけね、一応ちょっと、かしこまった。半兵衛さんでいいと思う。よいしょ、はい。あれ？はい、いける。もう一部隊いける。さあこれで、あとはこのここのね、あれを含めたメンバーでいきましょう。そろそろいいかな。はっ。
承知しました。お任せを。剣心さんはここまで。よいしょ。行け。お任せあれ。承知。はっ。お任せください。お任せを。前進。行け。ああ、そうなんですね。行け。かしこまりました。うん。で、これも。お任せを。で、ね、ちょっと訂正ごめんなさい、席が。行け。で、赤池さんの舞台を、よいしょ、あれどこだ。前進。あ、いたいたいた。彼は、清水さんの承知いたした。さあ、ここからね、入れ替わりが激しくなる戦闘が続くと思います。目標開放。おお、なんか食らってる。承知。お任せあれ。かしこまった。かしこまった。目標変更せよ。変更せよ。赤池さんがちょっとまずいね。清盛さん、あ、森清さんね、ごめんなさい。あ、トシエさんね、はい。あ、そうだ、その間に物資ね、置くとかないとダメですね。あ、違う。あ、輸送も出せないのか。もういっぱいいっぱいだからね。ちなみに、今、あ、まだまだ作ってもいないんだ。あ、通り抜けるところか。
はい、頑張っていってもらいましょう。みんな収集失敗してるなぁ。出始めたらこっちからも行きます。我に続け。承知。は。行け。さあ、長い戦いになりそうですけどね。お味方が外門を破壊しました。あ、一気に突き崩せ。我らも力を貸すぞ。なんと、皆の者、死力を尽くせ。部隊数が重いから超重くなってる。火を逃すな。効かぬな。お味方が城内に突入しました。敵を一突きにせよ。攻撃。おのれ。さあ、まだね、25万いますからね。お任せあれ。踏み散らせ。好機。この程度か。引け。開け抜けよ。火を流すな。この程度か。蹂躙せよ。火を逃すな。効きません。わあ、超遅い。突撃。我らも力を貸すぞ。効きません。皆の者、覚悟を決めよう。で、誰だ退却してるのは。剣心さんか。ああ、だいぶやられたね。まあまあ、まだ兵力もあるし、そうですね、まだ遅れないからね。
お、イジチさんが亡くなったか。撃って撃って撃ちまくれ。やるな。一気に突き崩せ。続け。なんと皆の者、決戦の時は今ぞ。蹴散らせ、力を合わせよ。なんと思い知れ。おお、ローラ活動か。おのれ、ではね、ちょっと8月になりましたので、ちょっとだけごめんなさいね、スカウティングタイム入らせてください。あ、違う違う、ここではもういいね。厳しいか。とりあえずそのままもう行きましょう。いい時間帯になるぐらいまでね。まあ、内政はまたいつでもっていうか。狙い撃て。我らも続くのだ。おのれ。本領を発揮しろ。押し出せ。力を貸します。なんと蹴散らせ。助太刀御免。聞きません。押し出せ。ノリお店で圧勝しました。踏み散らせ。力を合わせよ。聞きません。剣心さんも帰ってきた。ああ、まだだ。誰が負傷したって。ああ、長野さんか。うん、ではね、ごめんなさい、攻略の途中ですけど、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。